4番の永田が動いてきます。後ろ続くは中山圭です。先に2番の奥平、まず近畿勢が1センター、2番奥平が前に出ました。5番の川本2番手、後方から4番の永田が行きます。さあバックストレッチに入って4番の永田が先行体制、鐘が鳴りました。3番の中山2番手、3番手に9番西島、それに2番の奥平が4番手に下げました。ペースを掴んでいくのは九州ラインとなります。4番永田純一、そのまま先行体制、ペースを掴んでラスト1周を切りました。さあ4番の永田の後ろ、絶好の番手が3番中山、それに9番の西島という体制。さあ後方からまくり反撃は見られるか、2番の奥平あるいは1番の内村か。第2コーナーバックストレッチに入って、さあここは1本の体制をまくっていこうとするのが1番の内村だが、さあ上位の体制4番の永田、そして盤石の構えか3番の中山、3番手から9番西島、最後の直線勝負に入ってくる。番手から追い込んでくるのは3番車、直線どうやら変わったが3車接戦入線です。4番永田の番手から差しに構えた3番の中山、しかし最終バック7番手からのまくりを見せた内村が息の長いまくり、最後はゴール前のあたりで前段まで追いついています。スロー VTR でご確認いただきましょう。4番の永田の番手からは3番中山で、最外から1番の内村、結果的には内村のまくりが届いたかどうかというところ、かなり接戦ですが、1着通過は1番か3番か、このあたりの接戦入線かと思われますが、すべての決定発表が出ますまでお手持ちの車券大切にお持ちください。第1レース A 級一般戦でした。4番の浅井が動きました。残り間もなく2周というところ、赤番ケージを今通過です。さあ4番の浅井が一旦前に出まして、7番の林が2番手、そしてアウトコース並んでいくこの中部の両名、ここでどうやらペースが少し上がってきました。そして後ろから8番の伊藤が出ます。8番の伊藤貴文と3番の高田、先行を取ってきました。3番の高田が2番手、3番手に2番の富永です。さあ4コーナーホームへ戻ってラスト1周回、さあ果敢に先行、切符よくかけていくは8番の伊藤です。番手は3番の高田、3番手には2番の富永、そして4番手以降車間が空いた。第2コーナーから最終バック、3番手からまくっていくは2番の富永が3番手まくりだ。さらに後ろからは9番の田頭のまくり、さあ9番田頭まくって5番の南がその後追走、どこまで届いていけるか。最後の4コーナー先頭は2番の富永だ。2番富永の後ろから猛然とここを急追走は5番車、ゴールは先着は5番の南か。さあ不利な展開となったこの京都勢でありましたが、結果的には大きく車間が空いた中段もそれを息の長いまくりで9番の田頭、その9番田頭のまくりに乗って5番の南が最後ゴール前自力でよく伸びてきました。さあここは5番の南大輔、最後直線かわして1着通過は5番南、2着通過が2番の富永、5番2番、そして3着通過はどうやら3番車、この辺りかと思われます。さあ3着通過はどうは1番車、5番2番1番、5番2番1番とこのような通過かと思われます。決定発表がありますまで今しばらくお待ちください。第2レースの模様でした。さあここで動いてきました2番の瀬里弘樹です。まもなく残りは2周となります。赤番周回に入って近畿勢がまずアウトコース並んできました。その3番の阿部をまず下げさせる形です。さあ第2コーナーからバックストレッチに入って、まず3番手位置から出る体勢を整えました。2番の瀬里弘樹がペースを上げてジャンから先行体勢、8
8番の中井が2番手、3番手は6番奥森、そして後方から巻き返してくるは3番の阿部寛、3番の阿部と2番のセリが真っ向から力勝負で先行争いになっていく。しかし3番手に潜り込んでいった3番の阿部だ。さあ最終周回第1コーナー、2番そして8番と近畿勢の3番手でもう一度3番の阿部まくり足発進。第2コーナーから最終バック、3番手からもう一度バックでまくっていった3番の阿部、その後ろには4番の橋本が追走しているが前との車間少し切れた。さあ苦しい追走となった4番の橋本だが、なんとかここは3番4番そして1番の体勢、最後直線に入って圧勝体勢持ち込んだ3番の阿部寛、圧勝で1着今5輪、2着通過は1番細川か。最終ホームで主導権争いも3番の阿部はうまく3番手に入り込んで一旦足を溜めて体勢整えてバックでもう一度3番手からのまくりでした。その阿部がここはまくりが決まって1着という形ですが、2着通過はどうやら1番細川、1着3番、2着1番、そして3着ですがここは4番車7番車、この辺りが3着戦の接戦とお伝えをしておきます。決定発表がありますまでしばらくお待ちください。第3レースの模様でした。さあホームへと向かってまずは近畿勢が最初にモーションをかけました。7番の小出真也が外から、そして3番の吉川、こちらもどうやら積極策に打って出そうです。もう一度今度は近畿勢下がります。内をついて5番の佐々木、さあこの隙に7番の小出がジャン前から先行体勢築きました。今金が入って7番の小出が先行、1番の渡辺2番手、3番手は8番の小西、そして4番手に5番の佐々木、4番手を取りに行って、そして6番車の中村です。さあホームに向かって正面メインスタンド前ラスト1周を切って地元の小出の先行です。地元の小出先行で渡辺康平が2番手の位置ぴったり続く、そして4番手からは5番の佐々木のまくり、5番佐々木のまくり、後ろの援軍はちぎれました。短期のまくりとなって5番の佐々木が単独まくり見事成功。3コーナーから4コーナーに向かって後ろをぐいぐいと突き放す5番の佐々木が圧勝体制で最後ゴール前の直線にも連れ込む。5番の佐々木圧勝で1着で今5輪、2着通過はどうか、1番渡辺でしょうか。A 級準決勝第4レース、うまい4番手位置を取った5番の佐々木、しっかり最終バックまで我慢してここから一気にまくりました。ダッシュの鋭さに後続離れて単独まくりとなった5番の佐々木です。さあ近畿先行した小出の後ろにいた渡辺がどうやら2着争いに参戦、1着通過は5番の佐々木、2着通過はどうやら1番渡辺、なお3着通過はどうやら7番車あたりかと思われますが、決定発表が出ますまで今しばらくお待ちください。第4レースでした。さあまず3番の岡崎の動きを警戒している5番の林、赤番周回に入っていきます。前との車間を切ってさあ一気に3番の岡崎行きました。3番の岡崎が先頭へと中段へとまずは最初に上がって、2番の小玉のラインのアウトコース、さあ第2コーナーからバックストレッチ、ここで3番の岡崎が先行を握っていきました。4番の山田が2番手で鐘が鳴ります。6番の山本3番手、さあ4番手に2番の小玉となりました。2番の小玉の中四国ラインは4番手、さあまくる展開となると好位置です。さあ後方に7番手に置かれた5番の林はここから発進、最終周回の第1コーナー、さあ一気に叩いていこうという展開ですが、3番の岡崎もここは突っ張る。第2コーナーから最終バック、しかしペース上がってきた5番の林、さあどんどんペース上がって1番の阿部が2番手のうちしっかりコーマーク続いてまくり決まった5番1番体制、さあまくられた3番の岡崎ですが現在離れて3番手、さあ追い込んでくるのは2番手ですが4コーナー直線入って5番1番体制、横に並んだがゴールはどうか、インコースから5番の林が残ったか。九州勢のあとは2人のマッチレースという福岡勢でした。スロー VTR の方でご覧いただきましょう。まあ、結果的には5番の林がまくる展開、まくりが成功で1番の阿部がしっかり2番手続きました。3番手以降がやや車間が空いていましたが、
ゴール前の直線シーン、詰め寄る1番でしたが、ここは逃げ切ったのは5番、5番、1番、2番、どうやらこのような通過の模様です。決定発表がありますまで今しばらくお待ちください。第5レースの模様でした。まずは中段から自在の構え、まず先に動いてきたのは1番の大谷です。残り2周です。赤番周回通過して第1コーナー、1番の大谷がまず先頭に出て、7番の野口がここで踏んできた。さあいい勢いで一気に前を叩いてきました。さあジャン前のバックストレッチ、7番の野口がペース上げて、外から9番の瀬戸も行く。さあ瀬戸栄作がジャンの後 3,4 コーナーでどうやらここ前を抑えてきた。さあ9番の瀬戸が一気に先行作に移ってラスト1周回となる。正面に戻ってまいりました。9番の瀬戸の先行で番手は3番の中村、そして3番手に7番の野口となって4番手に2番の井原。第2コーナー立ち上がっていくのは3番手から7番の野口のまくりだ。3番手まくりを打っていく7番の野口にしっかりマーク続いているは2番の井原。近畿ラインのまくりが決まって7番、2番、そして8番という体勢、近畿3社上位独占体勢整って、最後のゴール前のシーンはさあ刺すか逃げるかというところ、インコース残ったか、7番野口でしょうか。あとは逃げと刺しの争いになりました。近畿両名スロー VTR でご覧いただきましょう。うまくホームから叩かれましたが3番手位置を確保してバックでまくった7番野口です。そして2番の井原が終始マークから差しに構えてきましたが、どうやらなんとかここをこらえて1着通過は7番野口、2着通過は2番の井原、近畿両名7番2番、あとは外から1番車、このような通過かと思われます。決定発表が出ますまで今しばらくお待ちください。第6レースの模様でした。2番の愛嬌最初に動きました。残り2周です。赤番周回第1コーナー先頭へと上がった中部ラインは愛嬌、そしてホーマンのコンビ。さあ1番の日野も出る準備をしてきました。第2コーナーからバックストレッチ、ここで1番の日野が出てきました。まずはジャンから先行体制取ったのは1番の日野、2番手7番国村、3番手には4番の国武、そして2番の愛嬌は中段の4番手、内に潜った格好になった。さあ内からスーッと2番手まで上がります。さあホームへ戻ってきました。それを牽制する7番の国村だが、最終周回に入っての第1コーナー主導権は1番の日野、番手は7番の国村、そして3番手がもつれています。インコース2番の愛嬌、それを一まくりしていくは5番の天貝だ。5番天貝のまくり、さあしかしながらここは関東勢離れました。3番の平石追走苦しくなって、さあまくりが決まった5番の天貝先頭、そして2番手位置に上がってくるは7番の国村だ。最後の直線向かって5番7番の体勢だが、インコースからそのまま押し切ったのは5番の天貝和樹。さあ今日は人気に押された5番の天貝でしたが、しかしラインでワンツーというわけにはいきませんでした。バックでまくった5番の天貝、結果的に追走3番の平石離れまして、逆に5番の天貝の後ろ出てきたのが7番の国村でした。さあゴール前のシーンでありますが、5番の天貝和樹1着入線も、2着争いはどうやら7番車でしょうか。ゴール戦通過順位5番、7番、そしてあとは3番車、このような通過かと思われます。決定発表がございますまでしばらくお待ちください。第7レースでした。残り2周というところ、まず中段から前段まで上がったのは竹澤一丸といった中部のコンビ、3番、8番。さあそれに7番の隅が乗ってくる展開で、早くも前主導権を取りに行きました。7番の隅がここでまず誘導をかわしてジャンを先頭で受けます。2番手には1番の布井、3番手に9番の鷲田、
4番手が並走です。短期の山崎が外、さらに外から5番の山本が行く。さあ東勢が一気にかけていく。ここで叩いていったのは5番の山本先行主導権、2番の阿部が2番手、そして3番手は7番4番2者並走も7番の隅が3番手の位置に入る。第2コーナーから最終バック、主導権は完全に5番の山本と2番の阿部となっていますが、さあ3番手は7番の隅、そして後方からは3番の竹澤まくる。さあ4番手あたりまでまくってきたかどうか。さあ3番手から追い込みをかけるのは7番の隅だが、ゴール線のどころは番手から抜け出していったのは2番車でしょうか。横一線となりました。 S 級一般第8レース、展開的に有利だったのは2番の阿部というところでしたが、最後ゴール前かなり後ろからなだれ込んできました。スロー VTR です。逃げた5番の山本、番手を回る2番の阿部、3番手から早めの仕掛けは7番の隅、後方からのまくりが3番竹澤というところです。そして9番車も1番車もよく伸びてきました。1着通過はなんとか、この辺りは2番の阿部辺りでしょうか。そして9番車1番車このような通過ではないかと思われますが、全ての決定発表がありますまで今しばらくお待ちください。第8レースでした。後ろから北日本勢竹山伊藤のコンビ、3番9番上がってまいります。さあ2列の並走が出来上がりまして、赤番周回1センター、さあ3番竹山で、そして一旦近畿勢は内から引いていく格好です。誘導の後ろは3番の竹山で、ここでジャンが入りました。後ろから2番の松坂が行く。5番の山田を連れて神奈川コンビが先頭に躍り出ました。そして3番手に3番竹山が入ります。一番後ろのラインから近畿勢が発進、7番の水谷が発進していくが、ペースを上げていったのは2番の松坂、今日は先行策だ。2番の松坂の先行、番手には5番の山田、そしてそこまでまくり上げてきたのは7番の水谷。第2コーナーから最終バック、さあいい勢いでまくっていく7番の水谷だが、2番手あたりまでまくっていく2番の松坂、しかし先行をこらえている。2者並走で7番の水谷との踏み合い、内をついてくるのは4番3番、最後の直線に向かって2番の松坂先頭だ。2番の松坂そのままどうやら押し切ってゴールインか。あとは4番車9番車というところが詰め寄ってきておりますが、スロー VTR でご覧いただきましょう。さあ2番の松坂、そしてまくっていった7番の水谷、さらに内をついてきたのは4番の池田。スロー VTR ご覧いただきましょう。2番の松坂と、あとは4番9番詰め寄ってきています。さあ1着通過は2番、そしてあとは4番9番この辺りではないかと思われますが、決定発表がありますまで今しばらくお待ちください。第9レースの模様でした。さあレースの方は間もなくホームへと戻ってまいりました。残りは2周を切っての第1コーナー、動いてきたのは柴崎山内の中部勢。さあ中部勢がまず8番の矢口を内に封じ込める作戦です。先に2番の柴崎が先頭で鐘を聞きました。9番の山内が2番手、3番手は3番大瀬戸、4番手に切り替えた4番大崎。さあ引いた8番の矢口、後方の中段の5番手位置となります。さあ4コーナーからホームへと向かってきます。さあここから8番の矢口が一気にスパートをかけていく。さあ2番の柴崎もインコースからペースアップ、最終周回の第1コーナー、外から8番、内からは2番の柴崎突っ張る。さあ自ら突っ張って主導権をここは取り切りました。2番の柴崎が先頭、8番の矢口はどうやら2番手の位置にはまりました。そして3番手にはどうやら9番か。3コーナーから4コーナーに向かって2番8番そして9番の体勢、最後ゴール前の直線はさあ2番8番体勢だ。直線詰め寄ってくる、ゴールはどうでしょうか。2番8番接戦か、あとは9番車も前に出てきていますが、スロー VTR ご覧いただきましょう。主導権奪っていった2番の柴崎、そして8番の矢口との道中主導権争いとなりました。結果的に8番の矢口番手にはまって最後の直線に入り込みました。
さあ中部勢2人とそして8番の矢口という3人の争い、どうやらここは直線かわした感じで8番の矢口優勢な感じでしょうか。あとは2番車9番車、この辺りの3名での接戦となっております。決定発表がありますまで全ての車券は大切にお持ちください。第10レースの模様でした。松岡が今ここで動いてきました。6番の下田を連れています。残り2周の赤番刑事、さあ九州ラインが動き始めて、7番の片寄はその九州ラインを先にやり過ごして中段を模索していきますが、1番の高橋はこの中段位置からどうやら外から主導権を取っていこうという構えだ。さあバックストレッチ入って1番の高橋が先頭で金が鳴った。地元の中野が2番手、3番手には3番の吉永で、後方からは7番の片寄せが早めの仕掛けが4コーナーを回ってきます。1番の高橋和也先行主導権でラスト1周となった。さあ好展開となっているのが番手絶好が地元5番の中野だ。3番手には3番の吉永、そして2番の藤田がその後中段4番手、第2コーナーからバックストレッチに向かっていく。さあ1番の高橋後ろやや離れて5番の中野となりましたが、さらには3番の吉永という展開で1番5番3番そこまでまくった8番の松岡だが、最後直線勝負に入ってくる。1番の高橋が先頭、後ろから5番車突っ込んでくる。ゴール線はどうか、外から5番でしょうか。接戦です。1番高橋目標から地元の中野、そして最後ずーんとなだれ込んできましたが、スロー VTR でご確認いただきましょう。1番の高橋の先行主導権に番手少し車間が離れましたが、5番の中野はその差をぐんと詰めて最後ゴール前どうやらかわしにかかっています。間を割っては3番の吉永、あと6番車もよく伸びてきていますが、1着通過は5番3番の接戦ではありますが、あとは6番車あたりが3着戦でしょうか。すべての決定発表が出ますまで今しばらくお待ちください。第11レースでした。